掛川市で2日間行われた将棋の王将戦7番勝負第一局は藤井聡太四冠が渡辺明3冠に勝利しました掛川市の久保田首相は注目の一戦を開催できて光栄と振り返りました掛川城公園の二の丸茶室で2日間行われた王将戦7番勝負の第一局は昨夜7時半ごろ決着し 藤井聡太四冠が139手で渡辺明三冠に勝ちましたりその王将戦は先に四勝した方がタイトルを獲得し藤井四冠は史上最年少での五冠達成に向け初戦を白星で飾りました一夜明けて

でででるのすす掛川市戦を開催するのはこれで13年連続です久保田首相は今後も将棋の街として文化を広めていきたいとしています。